格闘技王国といわれるオランダ、そのゆえんを探る。アムステルダム、ここには夜景の美しさとは裏腹の世界がある。麻薬の取引がそこここで行われているという暗黒街。一方、売春の巣窟である飾り窓では、肌をあらわにした女性たちが道行く男たちに手招きをする。クリス・ドールマンはオランダ格闘技界の頂点に君臨していると同時に、この歓楽街へと用心棒を派遣する組織のボス的な存在でもある。そして彼が派遣している用心棒の中に、リングスオランダの顔ぶれが見られる。ハンス・ナイマン、ウィリー・ピータースの顔も見える。誰も彼もが一様にナイフによる刺し傷を体のあちこちに持つ。店の中でトラブルが起きれば、彼らがその騒ぎを鎮め、ナイフや時にピストルを持った暴漢にも素手で立ち向かうという。ビッグフライは酔っ払った客に脇腹をナイフで刺されたにもかかわらず、その数週間後、大阪にて打倒前田を果たした。想像を絶するタフガイである。犯罪が多発するこの地域では、用心棒も立派な職業としてその必要性を市民たちから認められている。とはいえ、常にルールなきストリートファイトを前提にした職業である。彼らの持つ凄みの正体がそこにあった。